じゃ最初にはい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 、どうも。はいえー 普段、えー、僕いたくの YouTube チャンネルを見てくださっている方あと、まあ、Twitter だったり Instagram だったり、うん、僕の SNS なんかをチェックしてくださっている、えー、方にとってはもう結構驚きだと思うんですけど、うん、普段はもう楽曲だったり、うん、ミュージックビデオだったりしか発信していなくてこう YouTuber 的な活動も全然していないんですけれども、うん、今回こ,うこの実験的な試みとしてですね、うん あの自分がまあ前からも公言している通り信仰している、まあ、なんか親から受け継いだ信仰なんですけれども幸福の科学のこう異色のね幹部職員さん、はいえー、よくに秀行さんにねインタビューをするということになりましてすごくしっかりした。 こう設備おお借りりしててやっております、はあ、でもこれ企画書も自分で書いてこう、はい、必要だなと思って企画達成させていただいたんですけれども大事ですよね<う>私もあの「幸福の科学もオカソサイ」も岡総裁が「ロック」も大事ですけどあのヒップホップもねいいんじゃないかなとは思うんですよね、うん、ラップですけどね。 で確かに高校の科学職員でヒップホップとかラップについて語ってる人は少ないんじゃないか。すごく少ないです。私高校時代聞いてましたよ。あどこれへんの？えやっぱりだからトゥーパックとかはい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 あのそうだしエミネムはちょっと年取ってからでしたけどもはいはいはい聞いてました聞いてましたもう覚えてないんですけどランディエムシーとかはい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 。 聞いてましたよ君のラップも見ましたし私のでもねイメージのラップはもっと硬派なラップで硬と言いますとどんなだからえそれはやっぱりだからトゥーパックが最後キルミナティと名前変えて最後殺されちゃいますけれどもそういうねやっぱりもうんでしょうーギャングスターというか私ほら不良少年のだからそれこそ その東京、俺は東京生まれヒップホップチーっていうあれあのジブラとかもうなんだろう世代が時重なってる重なっちょっと年上、ね、ででだから同じ町で遊んでたのであそうです、ね、ああのお会いしたことありますへそうなんそういうそういうところですごいハードコアな不良少年から、うん、幸福の科学に出会って、うん、そして今では 広報局の職員をされているというかなり異色な経験なんですけど,んす、ね、どなんかその当時のエピソードなんかあったりしますか、えー、例えばどういうことなんかそのとどどんな感じの昔生活を送ってたのかそれはねネット見ればもう嘘からあれ本当のことからいっぱい書いてありますよまるで、ね、本当ね2チャンネルとかの世界では、ね、<laughs> 私がねなんかね えー、犬を殺したとかわけ山本キッドから犬をもらって変な、ね、都市伝説とかって作られたりとかしてるんですけども、うん、それこそだからその山本キッドもなくなっちゃいましたけど、ねうん、もう伝説ですよね。格闘家とか <laughs> あの,ーそのー のの風若旦那とかあれ本当は世田谷生まれなんですけどで,す <laughs> でも,もうそういうのが、はい、悪い少年たちといてでもこのまま行ったらあの何も道はないなっていうの分かったんですよでそういう人たちは<ー>それやっぱりその格闘家の山本キッドももうそういうなんか一線を越えなかったんですよね若旦那もある日突然行方不明になって全然みんなと連絡取れなくなって「でどうしてんだろうあいつ」と ああ言ったらいきなり歌ってるらしいよって,ってえー、歌なんか歌えんの?」っていうようなそういう感じでしたからで私も、うん、そうフェードアウトしていったんですよだんだんみんなて連絡取らなくなりはははいはい、はいで取らなくなっていって自分のこと考えている時に信仰に出会って人生を変えていったんですよねだから出会わなかったらもう何度も言ってますけど9 9じゃなくて100%。 墓場の中か塀の中かああもうだからすごくこうなんだろう不,不良少年がヒップホップに出会う経緯とかとすごくだから共通すするるものがあるんですよねそれがある人にとってはその格闘技だったし、うん、まあ音楽だった場合もあるしまたその宗教 の道に、こう行かれた方もいますい、うん。まあ、だからし、しかしね、やっぱりここ、誤解して、おしくないのは、やっぱ宗教というものの価値がみんな分からなくなってるじゃないですか。はい,は,いは,いはい、はい、はい。だから、その、今日本がすごい新型コロナウイルスで。もう、このまま日本が滅びて、個人の人生も、個人個人の人生も。失われていくのか、あ、ですね、まあ、人間が生きている限り。 衣食住はあるのでお金はは多少は動きますよねでもそうするとそのどん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 経済が衰退していけば本当ごく一部の公務員とか何か商売でどうしても必要な、ね、その食品関係の仕事とかは残ってもあとはこう衰退していく飲食店とかにも衰退してますでしょううまさにもう自分が今まで遊びに行っていたようなクラブだったりとか、うん、音楽業界のところも、うん、も,うものすごく今危ない時期に入ってて、うん、もう あの思い出の場所とかも閉まっていくしもうみんなクラウドファンディングもうお互いにお金を出し合うことでなんとか今月来月しのげるかしのげないかみたいな状況ですごくこうあの胸がが痛むものがありまして頑張らないと日本人が意識変えないと滅びちゃいますそうなんですよね。 よく知ったか渋谷とかも行きましたし西麻布とかのそういうクラブとかよく行きましたよ私、はい、うちの奥さんだってクラブで働いてたんですへえええとえっとね今ないですけどイエローというクラブでバーテンもしてたんですまあほらクラブのバーってこ高級のも作るけどバーガーで作るしそれでう、ね、そうそうそうす、ね、てう、はい、そう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 そこの時そ結婚とかうそうそういう付き合いはなかったんでいけど知り合いのいう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  そこに閉店記念日に行ったらうちの奥さんいてあよくそのばあのあそこのクラブで来ているクラブであのお酒作ってる人ですよねなんて話してそこからつけながったすごいご縁ですね、はい、やっぱりこう時間差で来ることも結構あります、ね、うんすそうなんだから、はい、ヒップホップとかそういうその岡先生という方が、はいまあ、面白いことは言われたのはローラの霊言が出た時にローラを知らなかった 先生映画はご覧になるけれどもテレビを見ないから知らなくてでもそんだけ人気があるなら人気の秘密を探りたいということで霊言とかとって、うん、とにかくその何でも先生はローラからでも学ぼうとするその姿勢その常に、ままあ、努力に努力に努力を積み重ねる方なんですけどねそしたらねやっぱりねヒップホップがこれだけいろいろ心を打つならばあ何かあやっぱりその。 学んだりとかそういうものをまたメッセージを伝えていくとかだ大事なことだとだ思います僕一人すごくこの注目している人がいて、うん、ヒップホップの世界にカニエ・ウェストっていう人なんですけどやっぱりあれでもうほとても限られたトランプを常に、うん 熱烈に支持して、うん、あの「メイク・アメリカ・グレート・アゲイン」の赤いキャップをかぶってライブパフォーマンスをするっていう一度事故に遭ったところを、うん、命が助かったのをきっかけにすごく経験にキリスト教を信じていてもうなんか今ではもうなんか聖火隊みたいなのを連れていろんな教会とかで演奏をこうして。そうなんだ 一番新しいアルバムのタイトルがもう「ジーザス・イズ・キング」っていう<ー>でなんかすごくね幸福の科学と似たような動きをしようとしてたんですよ去年。うんうん、っていうのは宿泊できる礼拝施設を作ろうとしてたんですね。うん、宿泊できる 教会みたいなのを作ろうとして、でもなんか建築の手続きの関係で結局こうおじゃんになっちゃったんですけど、すごくこうこれからの幸福の科学の動きとももしかしたら結びついてくるんじゃないかなみたいな、だもしなんかカニエウエストのなんか礼礼言なんか <laughs> みたいなもなんか <laughs> な、ね、あってもいいんじゃないかなみたいなのは結構前から思ってるところである、ねまあ。まあ、まあまあまあ、なきにしもあらずですよね。ねなんかねあったで。もしももっともっと日本で流行って。 ただまあ、先生は本当は頭が柔らかい方でいろんなことをされるのでそのむしろ弟子の方が私たちの方が先生についていくのがやっとな段階なのでだから是非ねそういう歌作ってねあの日本人を啓蒙してほしいな歌で啓蒙するって大事なことなんだよ、うん、の。 ぜひ読んでみてくださいって言って本を渡してもなかなか読んでもらえなかったりとかでもなんかその歌詞の一節が心に残っただったりとかそういうものって結構まあ広がりやすいっていうのもありますしまあ、なんだろう音楽っていう媒体自体が人の気持ちを鼓舞したりとかまダイレクトに働いてくる部分もあっでこの前二十歳になりました。 すごい私と24もう私,私まああの43なんで来月44になりますけどねだけどねやっぱ若い人しか歌えない歌をやっぱ若いうちに歌うのいいと思いますよ。すね、例えばですけどもやっぱ俺たち若者が変わんなきゃいけないんだっていうメッセージを言う、ね、そうなんですね。 でっこの国の若者の死因は第一位は自殺なんだよだから俺たち若者が変わんなかったら日本が良くならない日本が良くならなかったら若者が夢を見れない日本を夢のある国にするために俺たち若者が勇気を出そうあるいは希望をもっと持とうというような歌をぜひねそのヒップホップで歌ってほしいその中でその勇気の根源にあるものは永遠なるものを信じることなんだ 法そういうことをみんなと共に学んでもっと勇気を持って執着を立ってヒ、ね、ヒッッッッププププホホいででしょそうそういやすごく勇気を持って執着を立って、ねね、俺がこの場に立ってみたいなねいやでも <laughs> 世界的にういう世界的に今ヒップホップだったりとか、うん、まあそれに限らず世界中の音楽で今必要とされていることなんですね。うんうん、っていうのも アメリカのラッパーアメリカの今のラッパーってどんな風だと思いますアメリカの今のラッパーってすごく鬱について歌うつ<ー>についてすごく歌うしうでもでそれでその若者、まあ、インターネットネイティブ以降の若者の苦しみを代弁して支持されるんだけどその自分の気持ちを保つためだったりに使っていた睡眠薬で死んでしまうと若くして。それをみんなこう 伝説としてこう崇めるんですけどでもそれってこう最終的な解決は示せてないっていうか、うん、音楽だったりカルチャーだったりファッションだったりとかは確かに。 みんなの気持ちを励ますんだけど、最終的な救世結論が欠けているような状態をすごく感じていて。うんうん、でも、今のこのよくにさんのお話を聞いて、ちょっとその結論の片鱗みたいなものが見えたんじゃないかと思っております。で、この動画をですね。あの企画した、うんうん、あの理由っていうのが。自分はその結論みたいなものまあ。生まれてから信仰を持っていて。 本当に追い詰められた時の救いだったりとか人生日々の生活レベルの指針でこの神の教えっていうのがあってこれが多くのまあなんだろうあの身近な人間関係から大きな政治の話までこの常に今アップデートされ続けるその生きている救世主によってアップデートされ続ける教えがすごくこの道しるべになってるのをねあの感じて20年生きてきたんですけれどもなかなかそれをね伝えられないと。あのー 伝わらないとまあやっぱり今あ新型コロナウイルスが襲ってきて一つこの危機はやっぱり危機は一つのチャンスというかこういう時にやっぱりみんな死と向き合わざる得えない若い人におごりが一つあるのは若さに対するおごりもありますけど。 生命に対するおごりっていうのが,りだから命が永遠にまるでこの三次元の生命が永遠に続いていくというような錯覚ですね、はい、もちろんもう一つに健康のおごりってありますけどね若さ健康生命ってありますけどやっぱ生命に対するおごりがやっぱ日本人すごいこう長らくあって、ね、平和ぼけというか、うん、生命に対するおごりがあって自分たちが死ぬあるいはこの地上を去るということを今深く考え死と向き合っている時代に突入したので。うん やはりですね、やっぱり死,死の、うん、恐怖というものを信仰によって乗り越えていくことできるじゃないですかそうなんです死に言うとね、死はやっぱ苦しみは一つであるしそれによって愛別陸という愛するものとの別れる悲しみがありますよね、はいはい、絶対にだから死はその何でしょう、喜ぶものではないけれどもしかし忌むべきものでもまたないんですよね,すよね新たなスタ、はい、再スタートじゃないですか,だからそういうところを歌にしてほしいんですよね知 といいうののは人生の再スタートしかないんだだから死を向き合って俺たちが死を向き合いながら勇気を持って、えー、何でしょうかあの死を恐れなくなると人は命がけで生きることができるのでかつての特攻隊もそうですしだからあの橋本左内な,なんて「えー、啓発録」という本書きた回だけど15歳で幼稚な心捨てろって言ってますから15歳ですよ。だからそういうい そういういねその個人たちが先人たちが言っていたことだ昔は15歳で成人ですからねですからそういう若者たちを鼓舞しそうやっていくためには、ね、でもね,あのね君自身がまたもう一段精進してねあのお手本となる、うん、その厳しい修行を耐えていかないといけないっていうところがあるんですよ。 あの完璧ないがいませんよだから別にそのあなたでいいんですけど、はい、もう一段こう何でしょう委託のような男になりたいというようなその仲間やあるいはあこれから年いって40になってきて二十歳の逆の立場が今度出てくるわけですよね20年後か23年後。ね、はい、そ,そういうふうになっていく,いくことがその精進がまたそういうそう。 そこに、な、向かっていきますので。だから、あの、そう、今日言おうと思ってたのはね。はいはい。渋谷のど真ん中でね、犬のようにご飯食べちゃダメですよ。<laughs> そうなんですよ。そう。<laughs> もう本当に。<laughs> パフォーマンスの一つだろうけれども。<ー>そう、だって、その、なんだっけ。あれ、何食べてるんですか。あれ,あれ、あれ、タピオカですカだから、もう、なんか、その、世間で流行ってるものとか。<laughs> うん、その、宝くじ的に発生する、バズに。 もう完プなきまでに打ちのめされた自分の象徴ですかそれを反省しながら <laughs> やっぱりねやっぱりその歌手何でもそうですけどね最後はやっぱカリスマ性というものが、はい、あの出てくるんで例えばですけどねあの桑田佳祐っていう歌手いますけど何十万点集めて。 もうでもな、ね、なんんかかすすすごいバカなこう動きとるででよもそれがまたの良さななんですよねなんかこうふざけてみて驚けてみたりとかしてライブとかででまた一方タイ全然タイプ違う長渕剛とかも日の丸が待ってるんですライブではすごいんです富士山の下で何十万って言ってでも共通してその面白い感じもやったりかっこいい感じでやったりしてもどちらにもあるのはカリスマ性なんですよね。はいだから そのカリスマ性というのは追い求めて出てくるもんではないと思うんですけれどもその何かその輝きですけれどもそれはねやっぱねその宗教的な精進による徳の力で出てくるもんじゃないかなと私は思っています。だからその 現代人は宗教をあのどん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 廃れていて特に若者はあれですけど私たちの,この上の世代そういう世代の人たちは日本で信仰心がある時代のおじさんお母さんに育てられてきているので結構割と素朴な信仰心を持っていたし、えー、今はどこもなくなったけど昔は神棚に手を合わせるとか当たり前のことだったんですよね。 もうどこもも家にも雷があったでも最近は亡くなったでもそういう家で戦前の日本人に育てられているような人たちはみんなまあ少しね心の中に思いやりというかあそういうのも深くて信仰心みたいなのがやっぱ素朴な信仰者残っているんですねでもどん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 若くなってそれが伝わってきて今幸福の科学でも使いそのかつてよりももっと良い日本を作っていこうとしているのが私たちなので。 その信仰心に基づいてやっぱそういうあのなんでしょう徳の力がの光となりカリスマスとなっていくんじゃないかなと思いますけどね。うん、今まであった、うん、まああるいは今でもあのあるその素朴に神様を信じる死後の世界を信じるといったフェーズと、うん、今この出てきたこう幸福の科学という新しい。 神エルカンターレという新しい神に帰エするそこの違いって何だと思いますあのー、その一つにやっぱり心の教えがきちんと明確にあるということですだから神道そのものにああの,あの古事記を思うとわかるけど神々人間味あふれる神々の伝説はあっても神道そのものに心の教えがないんですよねだから 愛ある,人になるためにはどうに愛深き人になるためにはどういったらなれるかっていうその方法論は古事記や日本書紀にも書いてないしその方法論自体は儒教のですね論語を読んでもわからないんですよね。君子という徳ある人物というのはこういう行動をするこういう言葉を言うんだ」とか「君子という姿は書くすばらしい聖人とはこういうものだ」ってでもそのなり方書いて修行論で修行論を説いたのは仏教なので。 その修行論が問いたのは仏教なんですけどその仏教がしかし今もさっきこう歩いていた時にあのお寺があって「死は全ての終わりじゃありません」っつって「だ死は終わりじゃないそこまではいいんですよ」で「墓地の宣伝するんですだか,らそのだからお墓参りしましょう」そうじゃないんですよそうじゃなくて死は永遠の終わりじゃないから永遠なる、うん、旅人の私たち一人一人が ですね、まあ仏教的に言うと「八正道」って言いますけどねえそういうように反省行ですけど本当の自分をですね見つけ出していく、はい、反省って何かってったらあの偽物の自分を脱ぎ捨てて、はい、本当の自分を見つける行為なんですよ。 だからよく海外あの日本のサッカー選手の何でも自分探しとか行って海外いっぱい行ったりとかするでありますあります,りますでしょみんなバックパッカーやったりとかするじゃないですか,、まあ、なんかヒッピーカルチャー的なものじゃ、うん、本当の自分を探したかったら国の科学に来て心の知恵を見つけて偽物の自分を脱ぎ捨てていくんですじゃあその偽物の自分って何かそれは人を憎んだりはい、はい、人をねだんだりあるいは怠けたり、はい、あるいはあ、ね、恨んだり責任転嫁したり。 それは全部よくない自分は偽物なんです,んです本当の自分は仏性と言いますけれども仏の性質というけど本当の自分はみんな素晴らしい存在なんですだからあの、ね、幸福の科学はいいんだいいんだハッピーサイエンスはいいんだという歌もいいかもしれないけど、ね、教えをみんなあなたが、ね、学んでそれを本当の自分を見つけようぜという歌を,を作っているわけなんですよ。 ね、世界は回る必要ないんだ。偽物の自分を脱ぎ捨てればいいんだ。偽物の自分というのはこういうこういう自分だこういう自分だこういう自分だ本当の自分はこういうもんなんだ。君はそんなつまらない存在じゃないんだっていうようなそういう歌を作るべきでしょうね。うん、そ,うそうなんですそしたらじゃあ君のバックグラウンドに広告の科学あるんだから入っちゃおうってなるんですよ。うん、渋少女はもう全国もう全国世界にあるので多分あのこれを見て くださっているあなたの近所にも多分調べたらすぐあると思うので、うん、まあ、ぜひ非何か言っていただきたいし、ね、本当の自分を見つけに行ってほしいですね。あと、あの自分が幸福の科学に対する信仰っていうのを、あの公表していて、よくそのされる質問っていうのが、あのまあ、先ほどもありました。通り、幸福の科学って仏教なのってなんかそのどういう？ 宗教ななののかっててその立ち位置について素朴な疑問をまあでもね簡単に言うとまあ,あの簡単に言うとイエスを指導した神としてですねまあ存在がいたしかつてギリシャにヘルメッシンという方がいらっしゃってギリシャでですね愛と発展ということを説いたんですね。だからまあ エルメスというブランド品がありますけどヘルメス神という神様がいて愛ですねキリスト教は愛を解くけども肺炎は解かないじゃないですかお金はお金は価値中立ですよね包丁みたいに包丁も人を殺しもすればいいですね人を生かす料理を作ることもできる、まあ、お金もそうですよね。はい えそれでですね人を自由にする力もお金にはありますからね会社で人を雇ったりとかしてしかしながらその会社を発展させていって人を雇っていくこともできるのでお金はは価値中立繁栄はまた神のの属性の一つですよねでこの愛ですね愛とは与える愛ですけどこの与える愛と繁栄を解いたのがヘルメス神でありそのヘルメス神が次転生されてですねその転生でブッダとして生まれて王様という身分を捨てて えですねえー、その王子という身分を捨てて出家されて悟りを開かれてそれが仏教になりましたでしょ、うん、生まれ変わりなんですよねで,で反省と知ですね知恵と反省悟りと反省というのを解きましたさっき言ったように反省とは本物の自分を見つけ出すことであり、うん、知恵というのは学問的な知識でもあるけどそういうのはあるけどそうじゃなくて悟りですね洞察力とか認識力とかそういう悟りを解いてこのこの愛知反省発展がこ,この科学の教えなので、うん 愛ととと知恵と反省と発展がこの4つが4衝動と言いますけれどもですから仏教ではないし完全なる仏教ではないし、えー、愛の教えもすごい出てるし繁の教えも出てるので、まあ、こういう,うそして過去七仏といって過去にもブッダがいたんですよ。 あのブッダがいたしヘルメス人がいたしその前も仏様がいたけれども何度も生まれ変わってこうそうそういたけれどもそういう中で過去七仏が説いた教えとして「昭和熊草修繕奉行自女を憂実相仏教」っていうんですけどもどんな意味ですかどんな味方っていうのでこれぜひ覚えてください「昭和熊草悪いことはしちゃいけない,はい、はい、修繕奉行良い,いことをしましょう」はいはい。 でえー、そんな誰でもできるけどなかなかそんな人間になれないじゃないですか,なか,なか難しいそういう3歳でも知ってることでも80歳でもできないことですけどそういう自分になるために自助を動い自分を清めていきましょう成長させていきましょうこれが仏教ですでしょ仏教これが過去七仏が通して説いた教えですっていうちょっと仏教で言われてだから幸福の科学も四小道って今言いましたけどまあ,あ簡単に言うと幸福の科学もまたあですね 一言言えば、素晴らしい人間になっていくだけなんですね。ゴールデンルール、ね。そうです、そうです。黄金律ですね。すね良いことをしない、<金>悪いことを、良いことをしない、悪いことをしない、<laughs> 良いことをする人間になるための、ね、本当の自分を見つけ出すための教えであり、それが四章道であるということですね。 まあヘルメスブッダだったりとかこう何度もこう生まれ変わってこう世界を救ってきた存在が今こう大川隆法総裁先生としてこう生まれになって最、うん、壇のブッダとして生まれなられて<う>しかしブッダという言葉を使うとねみんな人間社会みたいな感じで感じるんですけど奈良の大仏見ると人間の姿じゃないじゃないですか。 あれルシャナ仏って言うんですけど、それ仏陀のその魂、その奥にある、背後にあるルシャナ仏を。信仰するということを仏教でやってきたわけじゃないですか。はいはいはい。あの、ゴータマシッターレだとか、シャクソンと言われる存在がたけど、その背後にある、その魂としての。そのルシャナ仏という信仰が立ってるわけですよね。だから、ああ、そういうこれと一緒で、幸福の科学も大川先生が言って、その。また、その、大川先生という魂の。エルカンターレという存在があるんですけど、その魂を。 の一部がオカ先生として出ているので、まあこれは太陽の本という本を読まないと理解できないし、簡単には一応一筆では理解できませんけれども、うんそういうですね、まあまあエルカンターレという言葉は聞き馴染みないでしょうけれども、でもルシャナブツも十分聞き馴染みないはずなんですよ。よ十分ない。<laughs> ふ普段の生活でルシャナブツって出てこないですかね。私も滅多に言わないですもん。<laughs> まあそんなところでしょうか。 もうこ,のここまでのやり取りでかなりそのあの変わるイメージっていうのがあったんじゃないでしょうか、うん、っていうのはあのまず結構幸福の科学についての話題が出るときに霊言の話しか出てこない誰、うん、誰々の霊言を取ったらしいよっていう話題が回ってどんな宗教なんだろうねってだからその霊言以外に普通霊言の方がむしろサイドワークっていうかもう霊的なものの証明のために行っているもので。うん、そうですね 基本的な教えっていうのはまあその四正道だったりっていう話をするとめちゃめちゃ驚かれるっていうでもなんか霊言だけやってるくらいに思ってる人が意外と多くてまだそういう人いるんだってでも多いんですね。であとあのそう大川隆法総裁先生、まあ、もちろんその,あのエルカンタールその本体意識って であって幸福の科学の創立者ではあるんですけれどもなんかすごくその極端にその個人を崇拝するものみたいなイメージを持っている人もまた多いんですけどなんかちょっとやっぱりその感覚ってずれててやっぱりその背後にある「まあ、ルシャナブッツという話も出ましたけれどもその巨大なその霊存在っていうものをやっぱりなんか。 あの私たちは意識していると思うしなかなかそのニュアンスも伝わりづらいところではありますよね難しいこれは委託がおりんじゃて私たち出家者の,あの努力不足かもしれませんけれども <laughs> まあでも信仰というのは霊的なるものなので霊的なる存在をですねすあの信仰するところにやっぱりあるので神とか仏という存在は愛ある存在であり永遠なる存在であってそういう存在を私たちは信仰している。 わけですけど、ね、こうなんかこういった動画を通してそのリアルな幸福の科学を学んでいる時の,そのリアルな質感みたいなものが伝わればいいなというふうに思っております。まあ、ちょっとまた話題が変わるんですけれども幸福の科学はま続くのか幸福実現党としてあの政治活動もねあの行っておりますけれどもまあ幸福実現党ってかなりその昔から 先見性のある政策を訴えてきたとは思うんですけれども、はい、なかなか受け入れられないですね<ー>なんかすごくその政治的な考えが一致しているところはあるんですけれども政権分離に反するんじゃないかとか、うん、あるいはみんなが潜在的に持ってる不安として一つの宗教を元に作られた政党政治家があの国を治めたら ななんんかか思想が制限されるんじゃないかみたいな心配を持っている人がもしかしたらいるかもしれないんですが、うん、それれに対してはどう思われますかまず一つ政教分離というのは国家権力を縛るものであって国家が政治が宗教に対して弾圧を加えてはならないという規定であってむしろ信教の自由がありますのでまず政教分離ということに対するその考えがまず一つ世の中の人が理解してないなって思うんですね。幸福の科学が国 の政治を動かすようになっても、むしろ政教分離があるから信教の自由は犯されないんだよっていうところですね。そう,すそうですね。だからあの,航空の科学の科学だから科学の科学が政治に乗り出すことはまず何も憲法には問題していないということなんですね。で、あのー、もう一つはあやっぱり先入観でしょうね。科学の科学の教えというものを触れてみて味わってみればあのー、そういう教えじゃないそういう,う まあ愛が一番教えとしてね深い教えなのでそういうような国家を作る気なんか私たちに実現とはさらさらありませんしまた言論とかそういう統制するということをむしろ そういうい全体主義とかそういうことをむしろ嫌ってる団体なのではい、はい、うもうずっとねあの幸福の科学の動きだったりあのリバティウェーブだったりね、うん、あるいは釈さ、うんの言葉だったりとか見ていただけるとそのスタンスは十分に伝わると思うんですけどね。 そのやっぱり戦後70年間日本人が宗教に触れる機会といったらお葬式か結婚式ぐらいであってそれでいて心の知恵というものに触れたことないですねだから説法をしませんからお坊さんたちがこのままお葬式に行ったんだけど説法なんか一回もないしまあ何年か前にお坊さんがなんか話し始めたお説法でもするのかと」と私がその国の科学の職員だったら,ら知らないから説法すんのかうね 全然説法とも言える段階のものではなかったですけどもあのだから説法を聞いたことないので宗教というものは冠婚存在のものであるっていうその固定概念がある中そういうオウム事件が起きたり新興宗教があったからもう新興宗教は怖いっていう先入観が あるんですよこの国ね宗教とは何ぞやみたいなところがもう全然分かんなくなってすっからかになったところにそういう事件が起きてしまったりしたからもう完全にすげ変わってしまってるっていうかそういうです、ね、だから触れるのも怖い読むのも怖いっていうような考え方になってしまってるのかなとは思うけどそうではなくて怖いものではないし怖いものではなくむしろそういうこういう教えが私みたいに一歩間違ってたらあ墓か 墓場の中か塀の中にいたような人間を正しい人生生きていくように導いてくれるものなのでそうやっぱりそういうですねそういう怖さを捨てて本物の自分に出会っていただきたいなと思いますそしてそれをちょっとでも触れてみたらそういうどこかの、ま、何私たちがて幸福の科学がね国実現とか政党をとっても他の宗教を迫害するようなこと絶対私たちはしませんのでもう学ぶと分かりますよね<う>もうすぐに分かることです あのー、そういうこ愛の教えでなのでぜひそういうことは分かっていただきたいなというのは思いますだからこれは先入観を取り除いていくしかないんだなと思ってますだから宗教って何かということをもっと広めて教えていかなきゃいけないもうそそう幸福の科学がどんな宗教かっていうのも面白いんですけどそもそも宗教とは何のためにあってその人にとっての死ってどんなものなのかっていう,もうそこからそこの最低義そ,そ,それを伝えることだとうそ,うそこだと思います。だから で、あのその私はちょうど伊達さんとあの歳がね20離れて2 3 2離れてますけど、私が18の時にオムイ事件起きたんですけど、私はねちょうどねその私の世代はね高暗の時期に見てるので、も最もこう宗教っていうのはねなんかこう何怖いっていう,う,いうそういう潜在意識が40代の人たちに今の40代の人たちにはすごく抱えてますよ。はい、あのー、今の40代特に入っててだから。 それはね、私はね、あのあ宗教アレルギーって言うじゃないですか。アレルギーはもうトラウマなんですよ。もうトラウマ、心の傷なんですよ。うん、アレルギーは食べてから吐き出したりするんですよ。食べないんですよ。トラウマを見ただけで嫌うので、もうリアルタイムで経験したいので、うん、もうそれがいかほどのものかっていうのは自分はまだね。<う>で,で、集団で人間がトラウマになるの三パターンあって、<laughs> はいはい、戦争と災害とテロなんですよ。よ、はい、テロで集団でみんな四十代あのー、心に傷つけられているので。 その心の傷を癒していくことが、今新型コロナウイルスをのこう、襲っている日本を救うと同時だと思うことにもなると思います。だから、もう一度、やっぱ私たちが心の医者として、ね、宗教家が心の医者として、もう一度強く打ち出していかなきゃいけないな。と思ってますあなたも、あの、ぜひそういう歌を歌ってほしいですね。心の、うん、あの、薬になるような歌を。うん、最後に、はい、あの、コロナパンデミックによって、うん、あの。 まあ、いろんな経済活動だったりとか自粛制限あの人が集まること集会制限されていると思うんですが、うん、その中でも、まあ、幸福の科学って、まあ、今日あの ここの間に線が入っていないことも含め、うん、すごくこう。アグレッシブに幸福の科学が動き続けていますね。うんうん、ま、そこから見えるそのコロナパンデミック以降、幸福の科学がどんな社会を作ろうとしているのか？っていうところについて、余ったらそのおみかみの霊言がまあ、出ました。書籍にもなりますけれども、その中でやはり太陽というね。まあ、太陽を象徴される神様ででこう,うですけれども。もうそんな恐れてなく、太陽の力で。 なんとかこれはあ、ね、あのウイルスは撃退できるという力強い言葉がありましたけどねやっぱりおかしいですねマスコミとか政府の対応が私はやっぱおかしいと思うんですよ。ロイター通信があ言ってましたけどタンザニアという国ではね、うん、なんとねはい、はい、自動車燃料とか果物とか、えー、そういうものから陽性反応が出た。 だからね <laughs> そもそも検査の仕方にも問題は何かあるんじゃないかなって,って果物がコロナにして <laughs> かってな,なかってだから何かおかしいんですよね、はい、まあそういうおかしい中でマスコミ対応とか、うん、恐怖心を煽ってばかりいてです、ね、むしろ恐怖心を煽るんじゃなく政府はやっぱ希望を語りかけていく国民に希望を語りかけていくだってねあの失業率1%で2000人死ぬって言われてるんですよ自殺はい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  何パーセントになるか分かんないですよ、これでね。なんだから、命、命っていうならば、今、まあ、500人か600人ぐらいのなく亡くなりましたけど、1パーセント以上は絶対失業率上がりますよ。はい、1パーセントとか2パーセントのレベルじゃないと言われてますよ。はい、もう、下手なウイルスよりも,もはるかに、ね、はるかに。<が>はるかにあの。知り合いのお,、ね、おじちゃんが言って、人が言ってましたけどね、居酒屋みたいなこういうところに行ったらね、今月で閉めることになったって泣きながら話してる人もいたって言いましたから。 そういうことの中にあって今時代があってやっぱ世の中に私たちですね国民はやっぱり希望を世の中に広めないといけない訴えかけなきゃいけないそういうことができる政党は国実現党しかないんじゃないかなと思ってますしまたそれをやっていくのは宗教家の仕事でもまたあると思うので恐怖心ではなくですね私たちは希望を語るあるいは夢を語る勇気を語って。 歌ってくださいやっぱりその幸福の科学が例えばそのあの今のウイルスそういった状況の中でも動き続けるっていうのが単なるその根性論みたいなものではないっていうのはその幸福の科学の実際の教えのところもう本当に膨大な本だったりご法話が出ていてすごく理路整然としたあの教えの体系そういったものを見ていただければ、うん、なんかそういったものとは全そのただ ただもう何かあの万有というかそういうので動いてるわけでは決してないというのが本当に伝わるはずだと思っております。でやっぱりその宗教アレルギーというお話も出ましたけれどもそのなかなかその宗教というもの自体にあの間違った認識を抱いているがゆえにそもそも教えに触れてくれないみたいな外のあのまあなんか出回る。 嘘半分の情報だったりとか、それだけでこう判断してしまって、実際にその。まあ、その教えの質感、香りみたいなものをこう。してもらうような機会がね、あの少なくなっているなと感じ。ており。それで、まあ、こういった動画を作らせていただきました。それ,ね、それはね、だから、歌うしかないんですよ、あなたが。それはもう歌です。歌ってください。だから。その。初期の頃、先生はっきりね。 大川隆法がどういったこういったということよりも、もしそれよりも自分がまずその自分のものにしてくださいということをはっきり言っているんですよね。どこにこう書いてあったこうあ書いてあったということよりもまず自分で皆様がそれを論してくださいってそういうようになることが語れるようになることがまた憲法につながる本憲法につがっていくんですけど、それがきちんとできていないので、ね、やっぱ歌ったり語ったりして、そしてそれを元に、えー、ですね憲法していく。 ことが大事です。だから歌,歌ってください。私もね、はい、歌はやりませんけどね、<laughs> 語っていきますもんね。<laughs> やっぱりこうなんだろう自分がまだ勉強不足でこうなんか物にできてね伝えきれていないニュアンスみたいなものを多分この今回の動画でそのよくにさんという人柄を通してその伝わるものがあったんじゃないかなと思います。でもしあのこれはもう本当にお願いしたいですがもしこの動画を見てその幸福の科学の教えだったりとか ま本当の自分を探すっていうことについてですね少しでも興味を持たれた方は、まあ、幸福の科学のホームページを見ていただくのもよしリバティウェブっていうまあ媒体もありますしあとあのー 個人的には「天使のモーニングコール」っていう幸福の科学のラジオ番組のアーカイブなんかも YouTube にねあの上がってますのでそういったものを見ていただくとあ幸福の科学ってこういう教えを説いてるんだなみたいなことがすごい伝わると思います。まあ、だろうあのでさらに興味を持ったら是非近くの渋少女なんかにも来ていただきたいし何よりあのまずその宗教というものが。 自分の生活をどれくらい変えてくれるかっていうのをぜひねそのあの身で確かめてみていただきたいなと思っております。本日はお忙しい中本当にありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。いやいいですよ。歌ってくださいよ。いやもうはい。歌います。曲40分ぐらい喋りました。ね40分喋った。40分喋たよもうどうするの。